ラニル・ウィクラマ・シンハは、スリランカの政治家。同国首相を3期務め、同国の2大政党の一つ、統一国民党の党首である。1977年の議会総選挙で、初当選。1993年5月のラナ・シンハ・プレマダーサ、大統領の暗殺に伴う、首相ディンギ・リバンダー・ウィジェートゥンガの、大統領昇格により、初めて首相就任を果たす。 2001年の総選挙では、自身の率いるアンプの勝利により、チャンドリカクマーラトゥンが大統領の下で2期目となる首相に就任する。2005年には大統領選挙に出馬、48.43%の得票率を集めるも、同じく元首相のマヒンダラー・ジャパクサに、僅差で敗北した。2015年の大統領選挙においては、 与党スリランカ自由党を離脱したマイトリーパーラ、シリセーナを野党統一候補として支持、シリセーナの当選により3期目となる首相就任を果たした。しかし、アンプ、SLFP の大連立政権となったシリセーナ政権においては、大統領と首相並びに政党間の対立が続き、2018年4月には不信任決議案を出されている。 さらに10月には大統領により突如首相を解任され、公認に前大統領、マヒンダラ・ラージャパクサが任命される政治危機が発生した。ウィクラマ・シンハはこの解任を意見として認めず法廷で争い、12月には首相再任を果たした。翌2019年11月の大統領選挙においては、シリセイナが出馬を見送ったためアンプ副党首のサジット、 プレマダーサを擁立するも、マヒンダの弟のコーターバーやラージャパクサに敗北。11月21日に首相を退任した。2018年10月26日から12月16日にかけては首相留任をめぐり対立。ありがとうございます。